皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。気配りだけめっちゃ高いです。あれ誰だろう。もしもし、芝だけど。芝くん。あれ勝美くん、どうしたの。今度の日曜少しでいい、時間取れないか。取れるよ。うん、暇だよ。どうして。動物園に行ってみないか。行く。うん、ぜひ。よかった。じゃあ今度の日曜日バス停で待ち合わせでいい。ああ、日曜晴れるといいな。そうだね。私てるてる坊主作る。勝美くんからデートに誘われちゃった。今日は芝くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーをつけましょう。これ。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。勝美くんは、あ、いた。ごめんね、待った。ああ、気にしなくていい。ごめんね、遅れちゃってごめんね。その服。何？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。ワンニャンランドには誘わない。とりあえず入るか。うん。行きたいところあるのか。そうだな、ライオンが見たい。ウサギを抱っこしたいな。猛獣コーナーがいい。爬虫類、ウサギはイベントで見たし、爬虫類よりかは猛獣の方がいいよね。猛獣コーナーがいい。そうだな、めったに見られないし、とりあえずライオンから行っとくか。うん、うん、いい感じだよね。サンキュー、楽しかった。また誘うかも。本当？うん、楽しみにしてるね。わかった、楽しみにしとけ。うん。お前もう気にする時間か。そうじゃなければ海に行こう。というか海と動物園って真逆じゃん。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合い、まだ足りない。私も。うん、ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。勝美くんに送ってもらっちゃった。お、あ、勝美くん、いらっしゃい。ふーん。何？え、なになに？いや、花に馴染んでると思って。そうかな？そうかな？ああ、合ってる。花屋のバイト。ありがとう。ありがとう。褒めてくれてるんだよね。今日は進路指導の日。私の進路は、他の人の進路を聞く。誰の進路を聞こうかな。芝くん。勝美くんは、一流れ体育大学。そうなんだ。今振り仮名追いついてなかったな。一流れ体育大学か。これって部活頑張んなきゃ入れないところだよね。部活頑張ろう。今は大学へ進学する。よし、大学へ進学しよう。今の実力なら三流れ大学の合格圏内に入ってますね。三流れ大学ですか。よし、受験勉強頑張るぞ。はい、爆弾処理します。佐伯くんに電話しよう。はい、佐伯です。あー、佐伯くん、私黒宮ユリアですけど。はい。あの、黒宮ユリアです。ああ、なんか用か。
あ、来週部活か。そしてもうすぐゴールデンウィークじゃん。再来週。さてどこ行こう。水族館行こう。臨海地区の水族館に行こう。再来週水族館に行かない？行かない、興味ない。そっか、そう。じゃあ、うん、またね。うーん、残念。あ、はい。あ、つみくん、どうしたの？今度の日曜日、空いてるか？空いてるよ。うん、暇だよ。どうして？ああ、博物館行かないか？行く！うん、ぜひ。よかった。じゃあ、今度の日曜日、公園入り口で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね。博物館だから天気関係ないけど。勝美くんからデートに誘われちゃった。今日は柴くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。勝美くんは、あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ごめんね、遅れちゃってごめんね。その服。何？え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。じゃあ、行くか。うん。へえ、なんか不思議なものが並んでるな。そうだね、昔のデザインって面白いね。なんだか古い歴史を感じるね。この道具、克美くんに似てるよ。選択肢に名前があるけど、これ言って怒られないかな。一か八か。この道具、克美くんに似てるよ。そんなわけ。目元似てるな。あ、もしかして当たり？うん、いい感じだよね。やったー。サンキュー、楽しかった。また誘うかも。本当？うん、楽しみにしてるね。わかった、楽しみにしとけ。うん。お前、もう気にする時間か？そうじゃなければどっか行こう。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合え。まだ足りない。私も。うん、ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。克美くんに送ってもらっちゃった。はい、再び爆弾処理します。氷上くんに電話しよう。はい、氷上です。あー、氷上くん、私、黒宮ユリアですけど。君か、何か用か？日曜日と思ったけど、日曜日は誘われる可能性が高いから、5月3日。さーて、どこ行こう。森林公園行こう。森林公園の森林公園に行こう。5月3日に森林公園に行かない？ダメだな、その日は用事がある。そっか、そう、それなら仕方ないね。まあ、要件は以上かな。それじゃ、切るぞ。はい。残念。今日は体調が悪いから寝てようかな。まあ、ストレス90以上あるからね。電話？あれ、誰からだろう。もしもし、小野田ですけど。千代美ちゃん。あ、千代美さん、どうしたの？時間ありますか？お願いしたいことがあって。
今から会えないでしょうか。今から？私体調悪いんだけど。え、今から？ちょっと嫌そうじゃん。じゃあ今すぐ行くよ。ごめん、今日はちょっと。千代美ちゃんの頼みなら。じゃあ今すぐ行くよ。助かります。今アミューズメントパークにいます。え？入り口で待ち合わせしましょう。あ、うん。意外なところにいるな。なんでゲーセンにいるんだろう。うん、わかった。よかった、本当に嬉しいです。あ、うん、なんかよくわかんないけど、よかったね。うん、取れてよかった。ん？ああ、もしかして UFO キャッチャーかな。でもびっくりしたよ。クレーンゲームやってなんて頼まれるとは思ってなかったから。そうだね。すみません、突然。このぬいぐるみと目が合ってしまって、どうしても連れて帰りたかったんです。何それ、かわいすぎる。でも私何度やってもうまくいかなくて、急に呼んだりしてすみませんでした。いいよ。え、何それ、私ならもしかして取れるかもとでも思ったの？それで取っちゃう私もすごいけどさ。あなたに頼んだらもしかしてと思ったものですから。そうだったの？うん、楽しかったよ。ありがとうございます、そう言ってもらえると嬉しいです。いえいえ。はい、これなんですけど差し上げます。え、いいの？わあ、かわいいマスコット。でもいいの？ええ、学力アップのお守りなんです。ペアの片割れなんですけど。ペア？それ私がもらっちゃっていいの？ひかみくんじゃなくていいの？アップリンちゃん、かっこ賞を受け取る。何、アップリンちゃんって全然想像つかないんだけど。ときめものキャラってさ、あのドクロクマじゃないの？アップリンちゃん、かっこ賞を受け取らない。受け取るよ。アップリンちゃん、かっこ賞を受け取る。これいつか大になることあるのかな。ペアアイテムなのにもらっちゃっていいの？ありがとう、千代美さん。いいえ、どういたしまして。私もあなたとお揃いにできて嬉しいです。そうなの？かわいすぎる。アップリンちゃん、かっこ賞をもらった。なんだか頭が冴えてきたみたい。ありがとう、千代美ちゃん。それではまた学校で。うん、またね。うん、じゃあね、千代美さん。あ、はい。あ、かつみくん、どうしたの？今度の日曜日、空いてるか？空いてるよ。うん、暇だよ。どうして？うちに来ないか？行く！狭くて何にもねえけど。うんうん、全然大丈夫だよ。うん、ぜひ。よかった。じゃあ今度の日曜日、自宅前で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね、私てるてる坊主たくさん作る。かつみくんからデートに誘われちゃった。しかもおうちデート。今日は芝くんのおうちに行きます。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。ちょっと待ち合わせに遅れちゃったかな。え？家から出てくるだけなのに。かつみくんは、あ、いた。ごめんね、待った？ああ、気にしなくていい。ごめんね、ちょっと準備に手間取っちゃって。遅れちゃってごめんね。それは…あ、気づいた？あ、気がついた？かつみくんがプレゼントしてくれたものだよ。じゃーん。見ればわかる。だよね。かつみくん、喜んでくれてるみたい。つけてきてよかった。期待するような部屋でもないけど、上がれよ。うん、お邪魔します。それじゃ、お邪魔します。ん？お前なんでそんなにまっすぐに座ってんだ？え、いや、2回目なんだけど、ちょっと緊張しちゃって。いつでも姿勢がいいの。だって座るとこないんだもん。いっぱいあるじゃん。ちょっと緊張しちゃって
これだ。ちょっと緊張しちゃって。何ビビってんだ、お前らしくない。何もしやしないって。え、別にしてもいいんだよ。やったね、バッチリ好印象。サンキュー、今日一日。お前誘って正解だった、やっぱり。本当？嬉しい。来い、送る、お前ん家まで。いいの？ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。勝美くんに送ってもらっちゃった。芝くんに電話しよう。芝です。あ、勝美くん、黒宮ユリアだけど。どうした？あれ、勝美くん？あ、悪い。うん。いきなりお前の声が聞こえてくるとは思わなくてぼーっとしちまった。なんだ？ぼーっと生きてんじゃねえよ。来週さーて、どこ行こう？水族館行こう。臨海地区の水族館に行こう。来週水族館に行かない？その日なら空いてる。やったー。じゃあ来週羽ばたき駅で待ってるね。ああ、気をつけて来いよ。うん。やった、早く来週が来ないかな。今日は芝くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを買いましょう。つみくん、まだ来てないみたい。悪い。うん、そんなに待ってないよ。あ、かつみくん。うん、私もさっき着いたところだよ。そうか、ならよかった。うん。その服、何？暑そう。え、何か変？そんなこと一言も言ってないだろ。そうだね、気に入ってくれたのかな。よかった。で、どうする？そうだな、水族館、オルカショー、巨大水槽に行きたい。じゃあ見に行くか。うん。ジンベエザメか。あの顔はなんていうか。何？愛嬌があって怖い感じがしないね。運んでくるのも大変そうだよね。口が大きくて吸い込まれそう。顔のこと言ってたからこれがいいんじゃないかな。愛嬌があって怖い感じがしないね。サメにしちゃあの平べったい顔は愛嬌がありすぎだな。そうだね。やったね、バッチリ好印象。一日じゃ時間足りねえな。また出かけるか。うん。うん。じゃあまた誘っちゃおうかな。あ、その時は予定開ける。本当？お前、もう気にする時間か？そうじゃなければ。海行こう？うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合い。まだ足りない。私も。うん、ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。勝美くんに送ってもらっちゃった。あ、はい。あ、勝美くん、どうしたの？今度の日曜日、空いてるか？空いてるよ。うん、暇だよ。どうして？動物園に行ってみないか？行く。うん、ぜひ。よかった。じゃあ今度の日曜日バス停で待ち合わせでいい？ああ、日曜晴れるといいな。そうだね、私てるてる坊主作る。
克美くんからデートに誘われちゃった。今日は柴くんとデートです。洋服はこのままで、アクセサリーを変えましょう。あ、日比谷くん、克美くん、まだ来てないみたい。はぁ、はい、彼女、猛烈簡単アンケートに答えてほしいんだけど。お断りします。困ります、待ち合わせしてるし。すぐに終わるから、お茶もケーキもご馳走するから協力してよ。いえ、いりません。アンケートに答えたら最後、何を売りつけるつもりだ。ああ、確かに。当社自慢の深い眠りに誘う学習セット。あ、深い眠りに誘う学習セット、それ絶対売れませんよ。そりゃ傑作だ。俺にも見せてくれ。あ、私にも見せてください。それはできないんですか。金ならある、連れてけよ。それとも俺には見せられねえのか。かっこいい、金ならある、連れてけよ。かっこよすぎるぜ、おい。いや、そのどうしたんですか。だったらこいつはやれねえ。俺がもらってめちゃくちゃかっこいい、これは惚れる。どうぞ、僕は消えます。はい、トットロ消えてください。大丈夫か。うん、大丈夫。遅れたばっかりに。うん、とってもかっこよかったよ、惚れ直しちゃった。うん、ありがとう、かつみくん。ね、さっき最後になんて言ったの。なんで大事なところ聞いてないの。もう、あれは大したこと言ってない。そうなの。それより、ああいうやつには気をつけろ。はい、俺も遅刻しないように気をつける。分かったか。はい、分かりました。うん、それでさっきの、まだ聞く。それ以上言ったら置いてくぞ。ワンニャンランド、ホワイトタイガーを見に行こう。ああ、珍しいな。行くか。うん。あ、鈴鹿くん、本当に白い。そうだね。そういえばこの二人の共通点って野球だけど、この二人知り合いだったりしないかな。目が青くて綺麗だね。白くってもトラはトラだよね。うわー、珍しい。一番上かな。目が青くて綺麗だね。ああ、白い毛並みに青の目が生えて余計に綺麗に見えるのかもな。そうだね。うん、いい感じだよね。サンキュー、楽しかった。また誘うかも。本当？うん、楽しみにしてるね。わかった、楽しみにしとけ。うん。お前、もう気にする時間か。そうじゃなければどっか行こう。うん、大丈夫だよ。じゃあもう少し付き合い、まだ足りない。私も。うん、ありがとう、家まで送ってくれて。いや、じゃあ。うん、またね。克美くんに送ってもらっちゃった。今日は体育祭だ、よし、頑張るぞ。さてと、何の競技に参加しようかな。競技に参加する。二人三脚。うん、二人三脚に出よう。パートナーどうしよう。あ、はい、克美くん。二人三脚、俺と出ないか。出る。組む相手がいないなら。いないから出よう。うん、お願い。少しは緊張しろよ。芝くんは緊張してるの。もう応援団が、隣はぴょんぴょん跳ねて。位置について。
よし、行くぞ。うん。右、左、右。なんで主人公と芝くん同じ身長なんだろう。左、右、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 あー、これ黙っちゃうな。左、右、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 あー、ごめん。右、左。やった、1位だ。やったな。うん。やったな。お前と1位が取れて嬉しい。私も嬉しい。頑張っちゃったもんね。ラストはフォークダンス。あ、始まるみたい。次は克実くんね。何気に緊張するな、こういうのは。そうだね。足踏まないように気をつける。私も気をつける。次はクリス君か。いらっしゃいませ、お嬢様。あなたの手に触れられて感激です。なんちゃって。もう何言ってんの、クリス君。これで終わりかな。ふう、体育祭も終わったし家に帰ろう。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。